の相手です。新旧進学かされた方おめでとうございます。今日4月10日に今撮影をしてるんですけど、まあ多分今日からスタートの方も結構多そうですよね。まあ本格的な、まあ入学式とかちょっと前かもしれないですけど、で早速ですね、まあ気になる相談メールを多々いただいてまして、ではちょっとそれに、まあ、32歳のおっちゃんからねアドバイスというか思うことを少し喋ろうかと思うんですけど、進級進学さっき言ったねされた時って、まあ、不安な気持ちが強いと思います。まあキラキラしたこう希望な気持ちというかワクワクっていうのあるかもしれないんですけど、まあ不安が強くなりますよね。でその不安が強くなるとちょっと厄介なことがあって、ネガティブになるんですよ。人ってマイナス思考に持っていきやすいんですよね、不安な時っていうのは。でそうなるとどうせっていう言葉がねすごい出てくる。口にも出てくるかもしれないし、まあ思いとして出てきやすい。例えば、どうせできないとか、どうせ無理とかね、そう、どうせ自分なんてとかね、まあ、こんなとこですよ。でこのどうせっていう言葉をあまり使わないように意識する、思わないように意識するっていうところがすごく大事です。前ちょっと話したかな、中学生高校生特にそうなんですけど、最初のテストってすごく大事になります。特に高校生の方がね自分大事だと思ってるんですけど、まあ中学生も大事ですよ。で何かっていうと、最初のまあ前期か、まあ、1学期か分かんないけど中間テストかな。でそこのテストっていうのはまあ順位が出ますよね基本的に。でこの辺って思うとこのぐらいなんだって思い込むんですよ人って。例えば200人いた時に200人中120位取ったら自分は120位ぐらいの人間なんだって思うんですよね。でそれを思い込んでしまうとそこから上がりにくくなります。そう、下がることはあるんだけどね、上がりにくくなるっていうこの厄介な。でそれはまあ思い込みってとか強いんですよ、人間って思いを持ってるからね。でそれと同じような感じでまあクラスありますよね。で周りってできるように思うんですよ。そう、すげえってね思いがちなの、特にね、まあ、中高生のうちっていうのは。で例えばじゃあ A 君とか B さんとかいるでしょ。じゃあ A 君と自分を比べた時に A 君の方がじゃあ足が速いとしましょう。まあ運動神経がいいでもいいですよ、 A 君の方が運動神経がいいんですよ。だから逆に言うと A 君より運動神経が悪いんだよね自分は。で B さんと比べます、 B さんより頭が悪いんです、 B さんの方が頭がいいとした時に。ってなると今 A 君と B さん別々に比べてるのにできないとこばっかりピックアップするんだよね人と比べた時っていうのは。そう、そうすると全部できないように思い込むの自分が、あれもできないこれもできないって。いやちょっと待てと、A さん、まあ、A 君より運動はできないかもしれないよ。でももしかしたら A 君よりできることもあるかもしれないじゃん。勉強はできるかもしれないっていう。でも、誰かよりこっちができるっていうところって、目がいかないんだよね。特にネガティブになってる時っていうのは。だから、それをずっと思っていく。あの人よりこれができない。この人よりこれができない。って思っていくと、どうせ自分なんて何もできないってところに結論が至る。で、そうすると、何もできないんだったら、何か努力したって意味がないじゃんみたいな。ほな、どん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 落ちていくんだよね、気持ちが。でもちろんそれに抗う自分もいるわけ、こう抵抗する自分、言っても頑張んなきゃみたいな。でも根底に心の底の部分にどうせ無理だよみたいな思いがあると、やっぱそれはひっくり返せないんだよね。勉強効率も下がるし、何かの練習の効率も下がっちゃうわけ。やっぱり自分の可能性を信じてなきゃいけない。努力したら変われるんだって、努力したらできるようになるんだっていう、そこを信じてるかどうかがすごく大事です。そうで、だから、まあ、どうせって思いが出てもいいです、まだ出てもいいんだけど、それをあまり口にしないっていうのと、思ってる時に、あ、今自分ができないとこばっかり見つけてんじゃねえかなっていう、ちょっとスイッチを切り替えてあげるっていうのはすごく大事です。で、自分を褒めるって難しいんです、ほんと中高生のうちはね。社会人だったら、ね、必要な能力だから、自分を褒める能力っていうのは、自分ができることをプレゼンしなきゃいけないからね、こういうことができますよみたいな自己 PR って言うんですけど、だからそういったところにも備えてっていうのもあるんですが、ひとまずはそのね、できないとこばっかり比べない、自分の可能性を潰さない、いい、自分の可能性を信じて、一番信じてあげるのは自分だから、いい、それをすごい思っててほしいっていうアドバイスをしたいメールがたくさんあったので、ちょっとね、喋らせていただきました。で、まあ今いろいろ喋りましたけど、一番ね、一番覚えておいて、一番覚えておいてほしいのは、とにかく楽しむ、いい、楽しむんだよ、学校生活、楽しいことばっかじゃないよ。人間関係めんどくさいし、ほんとに。特に女子の子ね、女子。もう女子の子の相談、女子の子って女子の相談がね、ほんとに辛そうでさ、人間関係。まあ、俺男だから、なんかその女子のね、グループのやつとか、ドロドロしたとか、実際体験してないし、男子もあったけど、そういうの。
でも自分ね、なんか元々そのいじめ食らってたとかあったから、あんまりこう執着しないんだよね、友達に関して。そう、あんまり、嫌えばみたいな精神なんでね、そこはちょっとあれなんですけど。でもやっぱ人間関係とかさ、まあ恋愛とか先輩後輩とかいろいろ面倒くさいことあるんですけど、でもつまらないとか、面倒くさいとか嫌なことばっかじゃないはずなの。楽しいこともあるんだって絶対に。そう、だから、まあ、楽しんでもらうためにもね、まず楽しむっていうところをまず一番大事にしてもらって、それと気持ちが下がったりした時に、その、できないとこばっかり見てないかな、みたいなのを意識してもらえたら嬉しいです。はい。という感じで、まあ、ちょっとね、喋りたかったんで、喋らせてもらいました。以上です。ありがとうございました。